今度は入国審査？通行証だけじゃねえのか？おい待て、入国の目的は？あっと、シロ、任せた。おい、俺に振んのか？ほれ、あの店だ。マガに行くんだよ。聞いたことのない店だな。つまりあれか、裏の話か。うん。では私に入国税として納めていただこう。額はこのくらいだな。なんで俺がこんな目に。おい、踏んだくられた分の金よこせ。おい待て、入国の目的は？あっと、イグニス頼む。仕方ないな。我々は帰国の文化を勉強しております。今回は郷土料理と食材の研究のために。おお、そうでしたか。お仕事がはかどりますように。貸しが一つ増えたな。さて、店を探すか。ウィスカムさんの店、マーゴだっけ？ああ、飲食店だと言っていたな。んじゃ、まずはそこか。綺麗なとこだね。意外と都会だな。何食べる？ホテルに泊まんないのか？気取ったとこすかねえのさ。飯は？老人だって心配してんのか。飯くらいなんとかしてるわ。ウィスカムもそのうち酒持ってくんだろう。ノクト、これを見てみないか？どうした？今の職場にいる意味あんのかな。深く考えんなって。マーゴで愚痴でも聞いてもらえよ。どれ、用事は済んだのか？今日はがっつり食うぞ。俺とベタベタしてる暇ねえだろ。闘技場でも見台でも稼いでくるわ。様のドレス展示続けてるらしいよ。え、ビビアンの婚礼用の？でもあれ追悼のためって。今度は無事だったってお祝いなんだって。展示延長してるから見に行っとこうよ。ドレスって前に新聞で見たやつかな？そうだろう、店の名前が同じだ。見に行かない？式は中止のまんまだからな。新郎には複雑なとこだろうが。でもほら、二度とやらないってわけじゃないんだし。そうだな、歩きながら探してみるか。買い物しなきゃ。泊まれる場所はっと。楽しい楽しいゴンドラだ。ちょっと乗ってみるかい？
この階段を上がった先だそうよ、ビビアン。あら、ずいぶん遠いわね。店を目指している人が多いな。そういえばグラディオがいなかった間、ちょっと困ってたことあったよ。おう、なんだ。火起こしがなかなか思い通りいかなかった。魔法でも使ったらよかったんじゃねえか。あれだと強すぎて話になんねえし。ふん、今度教えてやるよ。俺がずっといるとは限らねえからな。この先の厳しい戦いに備え、時を戻すことを望むなら叶えましょう。早くドレスのお店行こうよ。ゴンドラの駅を調べないと。歩いちゃおうよ、遠くないよ。結構近いみたい。あ、それじゃまた会おう。アラネアって彼氏いるのかね。そうな、部下は多そうだったけど。何、お前興味あんの。別にそういうわけじゃないよ。どうも、どこまで行くかい。ちょっと寒いな。そうだな。ちょ、モクト見て見て。なんだ。何味なんだろう。タイムしなきゃ。
あとはルナフネーラ様のドレスを見ないとな。ゴンドラで戻っちゃうか。あれ店から離れちゃったかな。願い事？なんか面白そうじゃない？ノクタ、あれなんかやってるよ。いや、お兄さんたちも願い鳥やってみるかい？願い鳥？オルティシエの古い言い伝えさ。願いを書いた紙をあの像に向かって投げるだろ。見事口に入れば像に願いを叶えてもらえるんだ。なんか面白そう。ノクタやってみない？イリスは相変わらず面倒見がいいな。そうだな。そういや、お前ら昔からよく話してるよな。ああ、頼りない王子の話でよく盛り上がっているな。ああ、どういう意味だよ。やあ、この辺じゃ見ない顔だな。俺はアレイシオ、古戦の収集家なんだが、君、カンナギ就任記念硬貨を持っていないか？記念硬貨を譲ってくれるなら同等の価値がある品と交換してやるが。集まったらまた来いよ。いや、ゴンドラ乗ってかない？ルナフレーナ様のドレスのお店はどちらでしょうか？この通りを官邸の方へまっすぐです。でも人が多くてなかなか見えませんよ。あら、そうですか。覚悟して向かいますね。嬉しそうだな。ルナフレーナ様ってやっぱすごい。改めて実感させられる。
なあ、メガネって外で買えんのか？心配いらない。予備もある。はっ、さすがだね。あれを見てみるのはどうだ、ノクト。どうした？何味なんだろう。ドレス、やっぱり綺麗だね。私も同じ感じにしたいな。そうだね。じゃあ、王子の衣装もどっかで頼まないと。王子の方まで期待されてるな。いいね。平和の象徴だね。ドレス、さすが盛況だな。真っ先に見ておいてよかった。王子も生きてたんなら結婚式もやってくんねえかな。そうだな、王子迎えに来てやってくんねえかね。待ち望んでるんだね。王子にも存在感が出てよかったな。この絵の感じ、どっかで見た気が。いらっしゃいませ。似顔絵はいかがですか？どうも。じゃ、そこで立っててくださいね。はい、できました。これは…これが俺？全員の特徴がよく表現されているな。俺こんな顔してないよ。やっぱり人いる。あのドレスか、見事だな。みんな楽しそうだ。顔がなんかこう幸せそうでさ。ああ。ルナフレーナ様、ご無事でよかったね。うん。こりゃもう一回しっかり平和の象徴にならねえとな。面倒はさっさと済ませて、式のあたりからやり直そうぜ。それがいい。考えとく、ちゃんと。
ガイドに行ったレストランに行かない？やっぱり人いる。あのドレスか、見事だな。みんな楽しそうだ。顔がなんかこう幸せそうでさ。ああ。ルナフレーナ様、ご無事でよかったね。うん。こりゃもう一回しっかり平和の象徴にならねえとな。面倒はさっさと済ませて式のあたりからやり直そうぜ。それがいい。考えとく、ちゃんと。